大白法令和三年十月十六日号紀行埼玉県草加市専業自支部上村智幸大仮説にふさわしく、遺体同心にして自主自立の新人へ。筑座段階を通じ、境外開く。宗祖日連大承認。五千八百年の年も十月となりました。私たちの専業自支部も、十月十七日のお意式を目指して。 本年を精進ししてままいりましたコロナ禍の2年間を含む数年で大きく新人の捉え方が変化する体験をいたしましたのでその私自身のことと最近の支部活動についてお話しさせていただきます経営者ととししての苦難を通し得たこと私は現在父から継いだ小さな工業場を営んでおります遡ること7年ほど前従業員が 会社の電動器具、工具、備品などを勝手に持ち出して、売り払って換金してしまったり、会社の名前を使って、得意先に迷惑をかけ、警察沙汰になるという出来事がありました。私は、その従業員を信用しておりましたので、大変ショックを受けました。ご住職より、常々、自分自身の周りで起こることは、すべて自身が招いていることであると伺っておりましたが、この時は、 どうしても納得がいかず、ご住職にご指導をいただきました。ご住職は、根性において、身に覚えがないのであれば、それは、知らざる過去に、自身がやってきたことの宿業、在庄によるものであるとご指導くださいました。私は、やはり、そうかと頭で理解しようと、努力しましたが、恩をあだで返されたという思いが強く、なかなか腹の虫が収まらずにおりました。しかし、 それは苦難の前兆でしかありませんでした。その出来事のすぐ後に、一件のお得意先の経営がうまくいかなくなり、2年近く入金が滞る事態となりました。私も30年以上経営してきておりますので、たびたびのトラブルは経験してまいりましたが、そのお得意先からの売上は、売上全体の8割を占めておりました。その会社とタッグを組んで、事業に取り組んできたのに立ち行かなくなり、 経営は大変ななことになりましたさらに、入金はないのに、支払いをしなくてはならない状態に追い込まれ、借金が膨らんでいくばかりでした。それまでも幾度となく、ご本尊様に守られ、危機を乗り越えましたが、この時も、会社そのものは、倒産の危機にあっても、事情を知った多くのお得意先が、さまざまな形で応援してくださったことにより、ギリギリではありましたが、 会社の運営を続けることができましたこの大変な状況の中でご本尊様は一体何を私に教えてくださっているのか、招待に招待を重ねました。経経験を経て捉えられるることもあるそしてある日、ご住職の知らざる過去にとのご指導を確かにそうだと命で捉えることができました。この時の思いは一言では語れませんが。 これほど辛い思いをしなければ、気づくことができなかったのだと実感いたしました。この体験をしてからの私は、他の人の苦しみや痛みを、我がことのように感じられるようになりましたので、大変貴重な体験となりました。また、2年ほどのコロナ禍にあって、それほど致命的な影響はありませんでした。都内の仕事が多く、最近は、すべての仕事が延期となりましたが、それでも、 心に動揺はなくひたすら甲府のために尽力していくと覚悟を決められました昨年11月から地座談会を開催昨年の11月よりご住職のご指導の下感染対策を十分に施しながら各地区で座談会を開いていくことになりましたこれはご住職の10月8日から全国の布教区別に 釈推進相続指導会が開催されています。お名大パッセへの新人姿勢や具体的な指導がなされ、その中の一つとして座談会の開催を提示しています。私も、釈伏推進委員の一人として、その指導会の場にいて、秋元日光庶務部長様のご指導を耳にしています。このご指導を受け、率先して、我が支部において実行していきます。 人数を集めることが目的ではないのだから、たとえ人数は少なくても、担当者の自覚、責任で開催し、実を上げていこうとのご指導によります。法要等の寺院参詣では、人数制限を設けておりますので、一度に最大結集の参詣ができず、それまでは、公嬢一丸となって、大聖人様のご生誕800年をお祝い申し上げるというような形が取れませんでした。また 員同士のコミュニケーションも取りづらくなっておりましたそういった中での取り組みでした「座談会を通して工事の成長促進」「工事活動において私は地区長を仰せつかっております」「先のご住職のご指導をお心を伝え続けて座談会を開ける場所が増えてきた本年3月に埼玉府教区交付推進会に参加いたしましたこの時 安寺ご住職水島日英ご尊皇家より尺伏の武器と題してご指導がありました。それは尺伏の武器とは1ご本尊様の功徳はどんな人をも救うと確信する心2弁舌の力3自身の体験を語ることの3つでありこれらの武器を自在に使いこなすことができるように。 座談会などの行員同士の語らいの場を大切にすること。そして、何よりも、一番大事なことは、ご本尊様に巡り会えた喜び、勝防を授受持できた感激である。これに勝る尺服の武器はない、という内容のご指導でした。この水島ご尊能家のご指導を受けて、竹安ご住職は、各地区のミニ座談会を強力に進めるように、とご指導され、広重は、さらに、 座談会をを中心としして活動を展開するようになりましたご住職は当初から言われなければ指図し,しなければ何もできないということではいけないと自主性を重んじられました多少時間はかかりましたが今では各地区で信頼者を迎えて地区座談会を開催したり DVD の映像を活用して日蓮召集の信仰について分かりやすく伝える工夫をしたり 地区を越えて一緒ににに動いたたた人も参加しりりと開催にあたり主体的に工夫をしております事全体で今年に入ってから開催されたミニ座談会の合計は58箇所166回に上ります工事全体を見ていて思いますことはミニ座談会を繰り返す中で一人一人の自主性が育ってきているということですこれが一番大きな変化であり 成果であるかもしれません他にもミニ座談会による成果として例えば本年4月には工場で3名の方がご本尊様をごかふたま回るということもありました座談会の様子結果については毎週金曜日に行われる支部作戦会議で報告されますその作戦会議で報告を聞いているだけでもためになり 最後のご住職からのご指導を楽しみに出席する人もおります。とにかく元気をもらえるのです。地区も変化、座談会は目覚めるきっかけ。私も、地区長として、地区座談会に集まった方たちの話をよく聞くように心がけました。今まで人前で話すことのなかった方々も、会を重ねるうちに心の内を話してくれるようになりました。 その方の現在の状況が分かってきたので生活の中に新人があるということを分かりやすく伝えてまいりました相手の新人の状態受け止め方環境は様々ですしかしそのような中でも日蓮大聖人ご生誕800年の大仮説に巡り合えた因縁に感謝してみんなに新人できて嬉しいと心から喜んでもらいたいと取り組んでおりますまた 我が地区でも嬉しい変化や成果が出ております。ある方は座談会を通じて、権行が大事であることに気づいて、毎日権行をするようになり、権行をすると、心がこんなに変わるのか、と感激して、ご自分の妹さんを釈伏されました。また、かつて、何人もの友人を釈伏した方が、自分を縁として入信した友人たちにも、その人を、 縁としてご本尊様に巡り会える方がいると気づき、以前入信させた友人に連絡を取り始めました。そういった中から、今年、ある友人は、両親への釈腹を成就できました。9月に弟さんを釈腹した友人もおられます。他にも、座談会を開くようになってから、前向きになった方が多くおられます。さらに、20年ほど前から私が釈腹していた方は、 長年入信できませんでしたが、その方が、今年、私の息子を、縁としてご受託を受けることを決意し、8月に入信され、10月4日にお母様が入信されました。私の地区には班長が5人、その班長のもとにいるグループ長が、地区全体で14人おります。座談会を開催するようになってからの、一番大きな変化は、各グループ長の意識が高まったことです。 グループ長の責任においてミニ座談会を開きますので育成にも借伏にも自らの強い思いを持って行動するようになりました自身が借伏に立ち上がったグループ長もおります限りない可能性を新人で開こう全体を巻き込んでの座談会活動となっているかといえばもっと口耳に広がっていかなければとも思いますしかし、かご住職よりは。 次のようなご尺伏を,を行ずることに意識を置けば必ずできます。そのために、やる気の起こるように、一人一人を育てなければいけません。まず、自分が、その使命を自覚して、責任を果たしていっていただきたいのです。この2年、昨年と今年は、仏様へのお祝いの気持ちを持って、すべてのことにあたり、 仏様がお喜びになるような活動をしてまいりましょう。その家宝は、必ず、大きなものがあると思います。遺体同心の団結をもって、尺福の大前進をしてご法恩者得申し上げて参ろうではありませんか。と、私は、座談会を中心とした尺福育成の活動を通じて、人は、自主性をもって取り組むと、どのように変われるのか。どんな新しい自分に向き合えるのか。 それぞれを取り巻く環境がどのようになっていくのだろうかと思うと大いに楽しみです残る3ヶ月間ご生誕800年の年を最後まで精一杯精進してまいります